ニー PT を選びました。ボニー PT だとゲレンデ、サイドカントリー、バックカントリー、いろんな状況でも安定していけるなと思って選びました。パウダーでのターンのテールの浮力とドライブ感がすごく気持ちいいだなって思いましたね。ファーストの黒森のヒールのパウダーターンと地形の当て込みがすごい気持ちよくできました。当て込んでる時はやっぱりテールをずらして当て込もうっていうか、パワーをテールのずらしに思いっきしぶつけようみたいな感じで、後ろ足で蹴るというか、そういう気持ちで当て込んでました。